ではよろしくお願いいたします。今日初めて着付け教室ということなんですけれども、どのようなきっかけで受講しようと思いました？はい、今まで着たいなって漠然と思っていたんですが、なかなか着る機会がなくて、まあ、ないですよね着物、はい、でたまたまこう探していた時にこう低いハードルからこう着れるよっていうところ、体験あるよっていうのを見かけたので、ちょっとありがとうございます。ホームページか何かですか、ね、はい、ありがとうございます。で、実際にこう今ね着ていただいてるんですけれども、着てみていかがですか？気分は身が引き締まる思いっていう感じですかね身が引き締まる、意外と多分簡単だったと思うんですけれども、はい、ね、そうそうそう、2回こう着て、あとは角帯だけなんですけどね。ありがとうございます。ご自身の着物姿いかがでした？そうですね、自分が着物を着ている姿はほとんど見たことなかったので、気分が高鳴ると言いますか。 ありがとうございます。嬉しい気持ち。嬉しいですか？いや、ね、すごくお似合いでかっこいいので、はい、ね、よかったと思います。着物を、ね、これから着て、もし出かけるとしたらどこに出かけたいですか？そうですね、上野だったりとか、こう公園とかこうぜひ行ってみたいですし、はい、なんならこう今風のカフェとかにも行けたら面白いなと思います。いいですね、確かにおしゃれなね、ちょっとカフェとかで、あとバーとかもぜひ行ってみてください、はい、最後に着付け教室を受講しようか迷ってる方に向けて一言お願いします。はい、思ってたより、簡単に着ることができるなと思いましたし、着てからじゃないとわからないことあるなと感じているので、まずは一回自分で着てみて、いろんなことを体験していただいてほしいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。